菅駅前をご通行中の皆様、私たちは千葉9区市民連合若葉区運営委員会です。ただいまこの場をお借りしまして、政権交代を目指して野党は市民と共闘を広げよう呼びかけをしています。皆さん、安倍政権は退陣しましたが、その7年8ヶ月の間に私たちはいろんな負の遺産を抱え込んだのではないでしょうか。例えば教育のことで考えると、安倍政権が誕生する前に小中学校は全ての学年が35人学級になる予定でした。そして小学校 1,2 年生は30人学級に2年前にもうなっていたはずだったんです。ところが2012年の12月に発足した安倍政権は小中学校の35人学級計画をやめてしまいました。今配布しているチラシに詳しく書いてありますので、ぜひご覧ください。政権交代で事実上30人学級が白紙にされた後、子どもたちはこのコロナ危機の中で40人学級の3密の状態で授業を受けざるを得なくなりました。そして安倍政権は科学的根拠もなく一斉休校を全ての都道府県に実施させるという大きな負の遺産を残しました。その結果、子どもたちは土曜日日曜日にも授業が入ったり、夏休みを短縮させられたり、熱中症の危険に怯えながら学校に通っていたんです。皆さん、ぜひこうした安倍政権を継承すると言っている菅政権では本当に国民のための教育はできないのではないでしょうか。私たちは一刻も早く市民と野党の共闘で政権交代を実現をして新しい政治を作りたいと考えています。ぜひチラシをお読みいただき、ご理解いただきたいと思います。それから安倍政権がもう一つ教育についてやったのは、それまで高校の授業料を完全に全ての人たちに無償にしていたのを、安倍政権になってから所得制限付きにして、子どもたちの間に授業料を払う生徒と授業料を払わない生徒という、そういう分断を持ち込んだんです。しかもその証明をするためには市役所などに行って所得証明書をもらってこなければならない、大変大きな手間を子どもたちにもその親にもかけてきたんです。さらにはその書類を一つ一つチェックする学校の事務職員の負担は大きく増やされ、そして今までいる職員では人手が足りないので臨時職員を雇わざるを得ないという無駄なやり方を取ったんです。皆さん、今世界は小中高大と全ての学校の学生が無償で学べるような時代になっています。そして無償で学べることが、子どもたちがしっかりと学力を身につけ、未来に向けてしっかりと育っていける前提条件になるのではないでしょうか。皆さん、私たちはこうした安倍政権が残した負の遺産を受け継ぐという政権ではなく、本当に根本から切り替える新しい
政府を作っていきたい。そのためには市民と野党の共闘で政権交代を実現したい。その願いで本日菅駅前で宣伝行動をしています。ぜひチラシをお読みいただきご理解いただきたいと思います。駅前をご通行中の皆さん、私たちは千葉9区市民連合です。若葉区運営委員会です。この地元若葉区の皆さんが今の政治ではダメだ、政治を変えようという気持ちでこの宣伝行動を行っています。ぜひ皆さん方、チラシをお読みいただきご理解いただきたいと思います。